はいどうも皆さんこんばんは。それではファイナルファンタジー3続きやっていきましょう。まずはミニマムで小さくなって穴の中に入ってで、またミニマムを使ってすぐに元の格好に戻るといういつもの作業です。くたばれ。トードもそうだけどこんなに無駄遣いさせる必要ないやろマジで。てか学者って絶対光栄だよな。間違いなく光栄だよな。なんであんな前衛で本振り回してんだろう。楽しそう。並び替え。てかガリ君のレベルがまたなんか遅れるんだよな。かわいそうガリ君。何が悲しゅうてあんなかわいそうな目に遭わなくちゃいけない。毎回死んでるぞあいつ。クソの役にも立たねえ。死亡率チームトップだからな。ちなみに経験値の遅れ具合で言うとその次がわさびだね。わさびはビビたるもんだからいいけどさ、ボス戦で死んでたの痛いよなやっぱ。3000ギル、3300ギル、めっちゃ金あんなこの城。誰の血税ですかこれ。フェニックスのゼウスの怒り。はあ。やば、ヒット数少な。ナイトが弱すぎて火力足らへんだけど。やっぱあれかな、戦うのがメインのジョブじゃないのかな、ナイトって。実際そうだと思うけど。なんだこのゴミ箱。ふざけんなよ。左側取らんくてよかったやんけ。なんか隠し扉多いな。隠し扉、隠し通路多いな。だ本来はなんか木と木の間みたいな感じの演出なんだろうけど、隠し通路多いな。いてえ。なんかすげえ硬えな、ナイト。面白いな。バカみたいに硬いんだけど。硬いのは選手もそうだから、別になんか、ナイトに限った話じゃないのか。なんか熟練度が上がり次第、解消されるっていう感じじゃなかろうかな。多分。そんな気がする。だから熟練度上がるまでは文句言わずに使い続けるしかないかもしれん。あ、眠った。すぐ起こされた。眠って殴られて毒にされてかわいそうだなガリ君。ガリ君いじめにあって果てしなくいじめにあって、もうちょっと本とか買ってきた方が良かったかもね。あと多分圧倒的にレベルが足りないね。圧倒的に間違いなくレベルが足らないね。どっかでレベル上げしないといけないねこれね。レベルが足らないのか。まあでもな、範囲って弱点変更しまくるキャラっていう感じだから、学者4人で行けばワンチャンいけんじゃね。そういう愚かな作戦に出るのも手だと思うんですけど僕的には。でもこれさ、万が一さ、あのハインを倒せずにまあ終わったとするじゃないですか、全滅してゲームオーバーで。その場合前回セーブしたところまで戻るんで、ドワーフの洞窟まで戻されるんですよね。悲しすぎー。てかまあケアルが足らん、もう途中で回復ポイントとかないと無理だぞ。あーついちゃったよ。どうする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 。行く、行かない、行かない。いや行く。全員学者にしていく。
頭は悪いけど全員学者にしていく。で、全員公営。オッケー。魔導士範囲だ。素晴らしい。この暗黒を生み出す力は美しい。わからぬか、この力の素晴らしさが。わしはこの力を使い、生きた木を動かし、兵士を操り、そしてこの世界の支配者となるのだ。邪魔させん、しねえ。弱点は特にない。あっつ。死ぬー。誰か俺に回復を使ってくれ。ハイポ。まあ弱点特にないんだったら、ゼウスの怒り3連発でもやっとくか。あー、死人が出る、死人が出ちゃう。1、2、3。あれ、なんでそんなダメージばらけんのアイテムって。嘘やろ。あ、ふざけんなよ。バリアチェンジじゃねえ、バリアチェンジじゃないんだって。おい、こら、俺が与えた分全部回復しやがったな、てめえ。炎に弱い。これ黒はいた方がいいな。魔力が足らなくなるから黒はいた方がいい。でも他は正直いらんな。おお、すげえ火力バカ高。弱点つくとちゃんと強いんだな。やっぱなんか一番最初の編成で間違いなかった臭いんだけど。で、多分どうせ次はブリザラに弱くなってるから、どうせ調べなくても分かりますよ、私は。そこまで。はいはい、防御防御。またガリが死ぬかもしれん。あ、ほら雷に弱くなってる。雑魚がよ。ん、雷に弱くなってる。どうしよう。どうしよう。本で殴るか。なんか学者さん泣いてません？いやー、これさ、その弱点以外のやつってさ、やっぱ使ったら回復されちゃうんかな。あー、そういう感じなんだ。ちょ待って、弱点を定期的に変えるの。氷に弱くなっとけ。ああ、もう無理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 。無駄なことせずに終わろう。ああ、まあ別に勝てない相手ではないな。間違いなく勝てない相手ではないんだけど、バリアチェンジとかお茶にごしすんな、ゴミが。あー、おい、そのお茶にごしやめろっつってんだよ。そうだね、一番最初のナイト白黒が一番いいかも。あのさ、時間かけすぎ。オッケーオッケー。はい。あ、そうだ、中断セーブとかっていうシステムがあるんだ、このゲーム。ありがとう、FF。ちょっとあれだ、そうだ、ピクセルリメイク版はオートセーブあるから、すげえ便利なんだ。
とりあえず初手エアロで攻撃しといて、とりあえずサンダーでも入れときゃいいんじゃない。で防御、はいはいはい、まあブリザラはしょうがない。45125173、強い。でお前の武器が問題なんだよ。ちょっと防御、このターンは防御して、で一人だけ調べるとかやれば。いやー、バリアチェンジしねえのかお前、そもそも汚ねえ野郎だよ。バリアチェンジしろよ、空気の読めねえ野郎だな。今どう考えてもバリアチェンジする流れだったじゃん。そんなわからないの、何年生きてるの本当に。ダメージがすげえばらける気がする。やっぱでマジで何の属性になったかわからないから、炎と氷装備してるやつは戦えないでしょ。でまあこのターンはどうしようもないから調べて、守る防御防御調べるで、レキこれさ、まあいっか。南極の風、ブリザラ、南極の風、ウィー552990325129、美味しいです。クソみたいなダメージ。でどうせバリアチェンジするでしょ。 OKOK、 もうそこまで俺は読んでますから。雷に弱い、まあ、雷はないとはどうしようもないから、ゼウス、あ、まあ、3人でゼウスの怒り使えばいいのか。ゼウス、ゼウス、サンダラ、ゼウス、はい、ワンゼウス、サンダラ、あー弱っ真面目に戦ったらこんな弱いんかいお前。もうちょい頑張ってよ。弱っ、弱っ。壁から声がした。ありがとう戦士たちよ。なんだ今のは、壁が喋ったぜ。私は生きた森の長老ハインに呪いをかけられていたのだ。だがおかげで呪いは解けた。ありがとう戦士たちよ。さあ私の中に捕らえられた人々を元の村に返し、生きている森に帰ろう。ありがとう。あー、はいはい、わかったわかった。さあ帰ろう。ちょっと揺れるが我慢してくれ。大丈夫、ラピュタみたいに下の方崩れてったりしない？しないか。じゃあいいや。どこ行くん？あ、まあそこだよね。そこがなんかセイレーンの、セイレーンってかエルフっぽいやつらの村だったもんな。さあ着いたぞ、みんな降りるのだ。さあ下へ降りよう。パンパンじゃない、ありがとう、やっと帰ってこれた。あなた方のおかげでこの森は救われました。闇の力は次第に世界を覆い尽くそうとしている。お前たちは光の力に選ばれたのだ。さあこれを受け取りなさい。やがて闇の力が道を塞ぐとききっと役に立つだろう。風の牙、あとは炎の牙と土の牙。私は範囲に傷つけられた体が元に戻るまで眠りにつく。誰もこの森には入れなくなる。千年間。戦士たちよ、本当にありがとう。さあ、行くのだ。闇を打ち砕くのだ。お前たちならできるだろう。お前が眠りから覚める前に世界がなくなってるかもしれんな。なあ、長老。うわぁ。どういう状況？
ナイトにするのもあれだし、シフトとかにしてみるか。よし。じゃあ、城に行かないといけないから、一旦船のとこまで戻らないといけないんだ。街は平和になりましたか？なったっぽいっすね。ボロボロだけど。どこ？ BGM が綺麗になったから。BGM が綺麗になったからもう平和ってことよ。よし。ここ。いやー、アーガス王。話はついてるな。とりあえず宝物と、あれだけでいいから。戦士たちよ、そなたたちのおかげで再び平和が訪れた。心から礼を言う。本当にありがとう。これを持っていくのだ。これは我が王家に代々伝わる時の歯車と呼ばれる箱。古代の民が作ったものだという。これをカナンに住むシドに渡すのだ。おお、シド知ってるのか？それなら話は早い。さあ行け戦士たちよ。はあ？足りなくない？謝礼が。謝礼が足らなくない？アーガス城ってめっちゃ宝箱とかあるけどさ、どうやって手に入れりゃいいんだろうね。どうやって手に入れりゃいいんだろうね。まあ、いっか。シドどう行くか。シド、エンタープライズ作って、てかエンタープライズ元にしていいから飛空艇作って、あやべ、またサンダラ撃っちゃった。あー、ゼウスの怒りが。もったいねえ。もう使うこともねえだろうけど。シドー、どこだいシドー。エリクサーあげるから飛空艇作って。シド、時の歯車さえあれば。はい、時の歯車、これなら飛空艇が作れるぞ。よし、待っていろ。今足があのエンタープライズを改造して飛空艇にしてみせる。ちょっとその箱をかわすのじゃ。キンコーンつって。はい、終わりました。よーし、できた。海の上で決定ボタンを押すと飛空艇に変形するぞ。ただ降りられるのも海の上だけじゃ。ちょっと腕が落ちたかな。まあ別にこれで、なんだろう、山を越えられるようになったってことだよね。わしは昔アーガス王の元で働いていたんじゃ。時の歯車で飛空艇を作ったりしたんじゃ。有名じゃぞ。はっはっは。まあ使徒って大体どのシリーズでも出てて有名だよね。うん、多分そういう意味だと思う。2でもちょこっと出てきてすぐ死んだよね。ちょこっと出てきていつの間にか死んだよね。あー、よく寝た。ワンにもいたっけ、シドって。あんま覚えてないな。ワンやったのだいぶ昔だからね、ほんとに。さあ、これでエンタープライズくんが使えるようになりましたが、そもそも、飛空艇を手に入れてまで行かないといけない場所なんてここにしかないので。やべ、到着力的に。ここでしょ。ギザールの村。なんか辺境の村がどうのこうのみたいなこと言ってたな。ヘイ、ドミニマム、ライブラ。あ、ライブラ欲しい。コンフュー、サイレス、ブレイク、ブリザガ、ジェイド。ありがとうよ。魔法がすごい、なんか充実してきたね。いや、なんかだいぶ充実してきた。助かるな、これ。あれ、話しかけらんない。デブチャコボは物をもうお腹に溜めておくことができるの。ああ。こっちか、本命は。ああ、ギザールの野菜。4つくらい買っとくか。ギザールの野菜は結構有名なアイテムで、使い方わかる人はわかるだろうけど、
ついでに溜まってっちゃおう。あれ、俺さっき止まったっけ。まあいいや。まあ有名なアイテムなので、そうですね、ちょこっと使ってみましょうか後で。魔法の鍵、10本くらい買っとこうかな。ここ鍵屋さんなんだね。なんか後々来んのめんどくせえから多めに買っとこう。ってどうすんの。とりあえず外には出られるだろうけど。出れちゃったよ。タイムタイム、一旦戻ろうぜ。一旦アーガス城あたりで話聞こうぜ。さすがに外出てもどうしようもないやろ。本当に浮島だったんだっていう驚愕の事実はあるけどさ、そこはもうこの際どうでもいいんだって。アーガス城ってか、まあ時の歯車の使用目的は終わったけどさ、謝礼は、迷惑かけてすいません料は。おお、白いやつめ、引く手を作ったか。さあ飛び立つのだ。世界は果てしない。この浮遊大陸を飛び立つのだ。はい、わかりました。つまり出てけってことですね。まあそうだ、まだ水と土のクリスタルがあるからな。あれ、水はもう終わったんだっけ。ん、どのクリスタルだ。てかさ、ここすげえ気になるんだけど、どうやって行くんだろうね。すげえ気になるんだけど、てかここって行ったっけ、そもそも。あれ、ここって行ったっけ。ちょっと待って、ここって何の洞窟だったっけ。これか。あ、グルガン族の谷か。そっかそっか。ここがそうだっけ。未来予知がどうのこうのみたいな。未来予知打法がタスさんだかなんだかっていうやつでしょ。はあ。デッシュの運命の話、まだしてるんだけど、この人。もう死んだよ、あいつ。まあでも、ここも話変わらないんだね。なんかさ、ロケット団のさ、ザコモブみたいな感じでさ、目元赤いのちょっと気になるんだけど、何なんだろうね、あれ。おしゃれだと思ってんのかな。あ、てか、チョコボ臭いのやるか。ここにデブチョコボが出せるんですよ。このチョコボ臭いぞってところで、先ほど買った、どれだっけ？ほら、ギザールの野菜っていうのを使うと、デブチョコボが出てきます。置いとけ。で、デブチョコボの中にいろいろとアイテムをしまったりできるんですけど、そもそもいりますこの機能って。だって手持ちがパンパンになりそうだったら売ればいいだけの話じゃないですか。いらんくない？てかそもそもインターナショってか、パンパンになることあんの？ごめん、そっからなんだけど、ピクセルリメイク版って手持ち上限あんのかな。なさそうな気がするんだけど。てかないと思うんだけど、1個のアイテムは99までしか持てないくらいしかないと思うんだけど。はい、とりあえず右側行きまーす。逆でいいや。地球平面説じゃないから、地球は丸いから、ちゃんと。こっから上に行って、ここが水の神殿かなんかだっけ。ちょっと待って、画面の汚れか何かオブジェクトがあるのか全然わからない部分があるんですけど、これは汚れじゃないな。まあいいや。
とりあえず降りましたよ。水の神殿レベル1、レベル1が 1F。 あ、 HP MP 回復した。あー、ここレベル上げポイントにちょうどいいっすね。さては、さては、ん、神殿に声がこだました。水のクリスタルのかけらは水の巫女エリアしか触れることはできる。エリア、誰だその女、誰よその女。で、ちなみにここは水の洞窟。ほーん、ほっとこ。じゃあもう一箇所行ってみますか。覚えてないんだよな俺、この辺の進め方。なんもないのは分かってるんだけどさ。ほら、こ、沈没船、沈没船になんかいたはず。ウィース。誰かいますか？死んでたら死んでるって言ってください。急に死体見るのって心臓に良くないからな。死んでたら死んでるって言ってもらわないと。ゼウスの怒り。ブラッドソード。ブラッドソードありがたい。大地震が起こった直後に世界は海に沈んでしまった。ちょうど船に乗っていたんで、わしは助かったんじゃ。生き残ったのはわしと奥に寝てる娘だけじゃよ。あの娘は板切れにしがみついて漂流していたんじゃ。へえ。おい女。はあ、わかったわかった。エリクサーだろ。どこ行ったっけ、エリクサー。たく欲しがりなんだから。あなたは？ここはどこ？え、あなた方の心の中にあるその光は？あなた方はクリスタルに力を授けられた戦士。クリスタルは戦士を選んだのね。よかった。何一人で話しとん。エリクサー分仕事しろ。私の名前はエリア。水の神殿の巫女です。一体どうしたんだ？ああ、戦士よ。土の力があの大地震を起こしたのです。そして水のクリスタルは地中深く沈みました。土の力に引き込まれたのです。水の力に守られていた人々は石にされ、大陸は海に沈みました。私を水の神殿に連れて行って、そこにある水のクリスタルのかけらを沈んでしまったクリスタルに捧げれば、呪いが解けるかもしれない。でも、その体で。大丈夫です。それより世界を救わなければ。ごほ。お願い、私を水の神殿に連れて行ってください。わかりました。ありがとう。話が早いぜ。イケメンは行動力があるからイケメンなのやで。まあ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 、体調悪くなったら言えよ。すぐなんかエリクサー飲ませてやるからな。あと1個あるから大丈夫大丈夫。いつでも酔ってくれ。口の中に無理やりエリクサーねじ込んでやるから。もう飲めませんって言われてもねじ込むから。で、水の神殿に戻ると、なんか水の神殿の位置が中途半端すぎて嫌だ。ここよいしょ。で、ここでいいんだよな。よかった。まだこのかけらの中には光が残っているわ。エリアはクリスタルのかけらをそっと手に取った。さあ、神殿の北にある洞窟に行きましょう。はーい。とりあえず今のところ触れたクリスタルって火と風？風なのか土なのか水ってことはねえよな。で、土のクリスタルが他のクリスタル沈めたってことは、風なんだろうな、一番最初のクリスタルって。そんな話あったっけ？俺、風のクリスタルだからその辺よろしくな、みたいな話あったっけ？俺全然覚えてないんだけど。あったらごめん、俺が聞き逃してるだけだわ。そんな、だって、ゲーム内時間でも3時間前のことなんか覚えてるわけないじゃないですか。よし。じゃあ、今回この辺で終わりにしましょうか。また次回ね、続きやっていくということで。ちょっと次回までに、さすがにちょっとレベルが心もとなくなってきた気がするので、ちょこっとだけレベル上げしときます。敵が出ないけど。
あれここフィールドだよな。敵出ねえぞ。え、中入ったらさすがに出るよね。頼むわ。何かしら出てくれ。頼むわ。なんも出ねえ。この扉は水の祭壇に誰も入れるよう作られたものです。水の巫女にしか開けることはできません。エリアはひざまず、膝をつき何かを祈る。メテオって。なんかあったよね、扉の封印開く系のやつ。さあ行きましょう。あれだわ。FF4 だわ。封印の洞窟だわ。出た出た。あのさあ、敵が強いかどうか確かめようって時にさあ、おわさびを集中砲火するな。チェンジ。わさびにガレで。ブリザガは言っても意味ないだろうから、サンダガとかにしよう。おっせえナイト。たかがチェンジするだけでどんだけ時間かかってんだお前は。あ、てかそっか、この時代のチェンジって隊列交換じゃなくて自分が前に出るだけなのか。使えねー。え、でもなんか経験値そんな美味しくないからレベル上げする必要なさそうだな。いや、とりあえずちょっと全員レベル20くらいまでレベル上げときますわ。はい、ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。